真の実。真の実力や。そこや。
がに苦戦させられたかも。よし、俺あんたたち、こんなところまで。カルナさん、大丈夫？ああ、大丈夫さ。それよりも他の連中は見つけたかい？さっきグラッツを解放したばかりだ。アネラスはまだ見つかってない。そうかい。例の執行者どもには出くわさなかったのかい？うん、人形とは何体も戦っているけど、そもそも人の気配が全然ないみたいなのよ。妙だね。他にも兵士や研究員が何十人もいたはずなんだが、もしかしたらもう引き払った後かもしれない。油断は禁物だが、私はなんとか一人で脱出できる。アネラスのこと一刻も早く見つけておくれ。うん、任せて。
これが真の実力。これが真の実力や。そこや。よっしゃ、次行こうか。相手が悪かったな。出直してきた。
相手が悪かったな。相手が悪かったな。
これが真の実力や。どうやら間違いないみてえだな。新型ゴスペルはこの施設で作られてたんだ。まさかゴスペルがリベールで製造。しかないで。右手にありし星の授けよ、天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。信用したみたいだからな。そっか。よし、起こすとするか。十分自分の仕事をしてくれた。あとは俺たちに任せとけ。エステルちゃん、アナット先輩。そうだエステルちゃん、私、伝えなくちゃいけないことがあったんだ。あのね、逃げている最中にヨシア君を見かけたの。
んだと。そいつは。私が兵士に追い詰められた時、いきなり現れて包囲を崩してくれて、見覚えのある服と黒髪だったから間違いないと思うんだけど。エステルちゃん。うん。それでアネラスさん、ヨシアはどこに行ったの？わからない。私もその場は逃れたけど、結局は捕まっちゃったから。でもひょっとしたら屋上に向かったのかもしれない。屋上？この建物、屋上に飛行艇の発着場があるみたいなの。ここにいた兵士と研究員は。そっか。アネラスちゃん、一人で脱出できるか？うん、大丈夫です。この先もまだ何かあるかもしれない。みんな、くれぐれも気をつけてね。まさか。ヨシュア君がここに来とったとはな。とにかく屋上を目指すとするか。
相手が悪かったな。
出直してきた。出直してきた。真の実力や。君が。よかった。待ってて、すぐに手当てを。あかん、離れろ。よしや。
行。こしゃくな。勝利の美食ってやつだな。さすがにきついな。偽物と気づくのが少しばかり遅すぎたようだね。今回のゲームは私の勝ちにさせてもらうよ。やばい。こいつは意識が。簡単すぎるゲームだったが、君の反応はなかなか楽しかった。お礼と言ってはなんだが、面白い場所に招待させてもらうよ。偉い目にあったわ。エッセイちゃん、大丈夫か？なんだ？エッセイちゃん！おい、冗談やろ。こっちだ！エステル！
ここ…エステル…ヨシュア！なんで？いいんだ。もう、いいんだよ。もともと、僕は壊れた人形だから。人間には戻れないから。だからもういいんだよ。ありがとう。さよなら、エステル。だいたいあんな人形なんか出てくるから変な夢を。ちょっとどうしてレンがこんなところにいるのよ。驚くタイミングがずれているわよ。エステルったら相変わらずのんきなんだから。悪かったわね、のんきで。で、ここにレンがいるのは別におかしいことじゃないわ。だってレンたちの新しい拠点なんだもの。新しい拠点？その窓から見てみれば。これ一石で一国の軍隊を圧倒することが可能よ。なかなか面白そうなおもちゃでしょ。あんたたち、こんなものを持ち出して何を。いや、お目覚めのようだね。ようこそ、エステル。寝心地はいかがだったかな。こんな場所に連れてこられてさぞかし混乱しているだろう。だが我々は君に対して危害を加えるつもりはない。安心してくれて結構。どうだろう、一度ゆっくり話してみるつもりはないかね。結社のこと、我々の目的、そして共通の友人について、いろいろな疑問に答えてあげられると思うよ。いいわ、聞かせてもらおうじゃない。よろしい、待っているよ。レン、エステル君を案内してあげてくれたまえ。楽しみは後でね。ほら、レンについてきて。
っちじゃないわ。廊下の反対側にあるエレベーターに乗るのよ。水道および機関部への移動は認証チェックを。ナンバー15殲滅天使リンよ。聖堂に向かうわ。認証しました。一人で。ねえレン。何？研究所でヨシアの人形を操っていたのはレンなのよね。ええ、そうよ。教授に頼まれたんだけど、なかなか面白い。どうやらあんたも結社の被害者みたいね。まあ今はいいか。それじゃあ行ってくるわね。行ってらっしゃい。ようこそ、墓の箱舟グロリアスへ。久しぶりだね、エステル君。アルバ教授、やっぱりあなただったんだ。さっき声を聞いてようやく思い出せたわ。さすがは原生の娘といったところかな。軽くとはいえ封鎖された記憶を自力で思い出してしまうとはね。ちなみに本当の名前はゲオルグ・ワイスマンという。見くらう蛇を管理する蛇の使徒の一柱を任されている。蛇の使徒、結社の最高幹部ってとこ。まあそのようなものだ。さてと、先ほど言ったように私には君の疑問に答える用意がある。何か聞きたいことはあるかね。聞きたいことがありすぎて何から聞こうか迷うんだけど。焦ることはない。ゆっくりと考えたまえ。よかったら一曲弾かせてもらおうか。結構よ。っていうかそんな趣味を持ってる人とは思わなかったんだけど、貧乏な考古学者っていうのは完全に嘘っぱちだったわけね。貧乏はこのか。考古学を研究しているのは本当さ。ちなみにパイプオルガンは教会にいた頃たしなんでいたものでね。あの帝国人ほどではないがそれなりの腕前だっただろう。名手と対抗したことで信仰の道は捨ててしまったが、
その時に学んだアーティファクトの知識は今もそれなりに役に立っている。そう、今回の計画においてもね。大佐をそそのかしてクーデターを起こさせたのも、各地でゴスペルの実験をしていろいろな騒ぎを起こさせたのも全部あ、その通り、全ては復員計画のため。復員計画、あの研究所のデータベースにもそんな項目があったけど、要するに輝く輪を手に入れる計画ってわけ。手に入れるというのはいささか誤った表現だが、まあそう思ってもらっても構わないだろう。輝く輪って何？女神の至宝とか言われてるけど、具体的にはどういうものなの？輝く輪の正体に関しては現時点では秘密にさせてもらおう。せっかくの驚きを台無しにしたくはないからね。驚きって？計画も第三段階に移行した。もう少しでその正体は万人にあまねく知れ渡ることになる。その時が楽しみだよ。そして輪が現れたその時、我々は人の可能性をこの目で確かめることができる。レグナートもそんなことを言っていたような。ほう、あの聖獣からそこまでの言葉を授かったか。あながちお父上の七光だけではないのだね。お世辞は結構よ。何よ、いろいろ質問したってはぐらかしてばかりじゃない。それは失礼、そんなつもりはなかったのだ。だが君が一番聞きたい質問にははっきり答えられると思うよ。おや、何をそんなにためらっているのかと恐れることはない。勇気を持って訪ねてみたまえ。ヨッシャーはどこにいるの？それは私にもわからない。どうやら空賊たちと一緒に何か画策しているようだが、いまいち動きがつかめなくてね。今のところ無事であるのは間違いないだろう。そうなんだ。ヨシュアの能力は隠密活動と対集団戦に特化されている。そのように調整したのは私だが、予想以上の仕上がりだったようだ。どこまで頑張ってくれるか楽しみだよ。あんた、そんなに怖い顔をしないでくれたまえ。私の元に預けられた時、ヨシュアの心は崩壊していた。そんな心を再構築するなど私にも初めての試みだったのだ。その成果を気にかけるのは研究者として当然と思わないかね。あの生誕祭の時、ヨシアに何を言ったわけ？封じた記憶を解除して真実を教えてあげただけだよ。君の家に引き取られた彼が無意識のうちにスパイとして結社に情報を送っていたこと、そして彼の情報のおかげでリシャール大佐のクーデターが成功し、我々の計画の準備が整ったことをね。そのご褒美として改めて結社から解放してあげたんだ。やっと分かった、ヨシュアがどうしてあの夜姿を消したのか、どうしてあんな顔でさよならって言ったのか。
いや、それについてはさすがに遺憾に思っているよ。自分を取り戻したヨシアが君たちの前から姿を消すとはね。そのままそ知らぬ顔で君たちと暮らしていくといいと勧めておいたのだが親切心が仇になったかな。よくもそんなことが言えるわね。そんな道を選ぶしかないよ、ヨシアを追い詰めたくせに。あんな顔をしてハーモニカを私に渡してさよならエステルって、全部全部あんたのせいじゃないか。限定レーベン、一体どこから現れたの。最初からここにいた、お前が気づかなかっただけだ。やれやれ、なんとも品のない振る舞いだ。せっかく私の挑戦をあそこまで克服したのだ。もう少し考えて行動したまえ。そう言うなよ、白弁に殴りかかれるなんざ波の度胸じゃできない。腕はともかく度胸だけは大したものね。それとも鈍いだけなのかしら。君が剣聖のお嬢さんか。はじめましてかな。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネリアさ。以後よろしく頼む。もうみんなでエステルを脅かしたらダメかな。レン心配しなくてもいいわ。別にエステルを殺すために集まったわけじゃないから。え、ねえ巨人、早くレイの話をエステルにしてあげて。そうさせてもらおうか。どうだろうエステル君、見くらう蛇に君も入ってみる気はないかね。ごめん、聞き間違えちゃったみたい。もう一度言ってくれない。君も見くらう蛇に入ってみる気はないかと言った。まずは執行者候補としてね。君が結社に入ればヨシアも意地を張らずに戻ってくるとは思わないかね。エステルの望みはヨシアと再会することよね。結社に入りさえすればその望みはすぐにでも叶うわ。考えるまでもないのよね。でも私この後我々はしばらく艦を留守にする必要があってね。帰ってきたらその時にでも返事を聞かせてもらおうか。申し訳ないが、それまでは君の自由は制限させてもらうよ。足りないものがあれば彼らに希望を伝えるといい。結社に入ればヨシアと再会できる。確かにその可能性はかなり高いかもしれない。それに何も本当に仲間になる必要はないよね。仲間になったふりをして内情を探ってもいいんだし。私の演技力じゃ厳しいけど
ここに閉じ込められるよりは、でもなんだか違う気がする。それは私のやり方じゃない。邪魔をするぞ。そう警戒するな。先ほどのような考えなしの行動をしない限り、お前に危害が及ぶことはない。悪かったわね、考えなしで。何よ、あんたたちどこかに出かけるんじゃないの？俺はただの留守番だ。出かけるのは教授と他の執行者たちになる。一体何をするつもり？それが知りたければ教授の誘いに応じたらどうだ。一通りの情報がわかるだろう。答えは出ているが、迷いがあるといったところか。俺個人の意見としては、お前は到底結社に向いているとは思えない。能力的にも性格的にもな。うん、そうはっきり言われると結構傷つくんですけど。ま、能力については可能性は秘めているだろう。だが性格に関しては結社と関わるにはお前の闇はあまりに小さすぎる。闇？結社に属する者は皆何らかの闇を背負っている。俺、教授、他の執行者、そして無論ヨシオもな。ねえ、あなたとヨシオって一体どういう関係なの？ヨシアはずっとロランス少尉のことを気にしてた。顔はわからないのに誰だか知っているみたいで、それでいて正体を知ろうと必死になっていた気がする。無理もない。あいつは記憶の一部を教授によって封じられていた。結社の手を離れた瞬間から具体的な情報が思い出せなくなるよう暗示をかけられていたはずだ。自分が結社でどんなことをしていたか覚えていても関係者の名前は思い出せない。そんなジレンマがあっただろう。幼い頃の記憶も同じ。おそらくカリンは覚えていても俺の記憶は曖昧になっていたはずだ。そっか、それで。で、カリンってどこかで聞いたことがあるわね。カリン・アストレイ、俺の幼なじみでヨシアの実の姉だ。10年前に亡くなった。お前の持つハーモニカはもともとはカリンのものだった。それを形見としてヨシアが受け取り、それをお前が受け取ったわけだ。ヨシア、お姉さんがいたんだ。どうしてカリンさんは、お姉さんは亡くなったの？それを知ったらお前は真っ白なままでいられなくなる。ヨシアや俺たちのいる闇の領域を覗き込むことになる。その覚悟はあるのか？うん、教えて。覚悟があるかどうかはちょっとわからないけど、私はヨシアの辿ってきた軌跡をどうしても知っておきたい。その気持ちだけは本当だから。いいだろう。あれは10年前、俺たちのいたハーメル村がまだ地図にあった頃のことだ。ハーメルは小さな村でな、子供が少なかったこともあって
俺たちはいつも一緒に過ごしていた。俺はいずれ遊撃士になることを夢見て、暇を見つけては剣の練習をし、それをカリンと小さなヨシアが眺めているのが日課になっていた。練習が終わった後、俺とヨシアはカリンの奏でるハーモニカの旋律に耳を傾けた。カリンは何でも吹けたが、俺たちの一番のお気に入りは一昔前に流行った星のアリカだった。そんな日々がいつまでも続く、そう俺たちは信じて疑わなかった。村が襲われたのはそんなある日のことだった。王国製の動力銃を携えた黒装束の一団、彼らは村を包囲した上で住民たちをなぶり殺しにしていった。ただ一人の例外もなく、年寄りから赤子に至るまで。一息で殺された者はまだ幸せだったかもしれない。女たちの運命はさらに悲惨だった。その地獄の中を必死に逃げた。家族とみんなの断末魔を聞きながら、逃げろという声に押されて、ただひたすらに村外れを目指した。そして村外れに出たところで、俺は追手を撹乱することにした。すぐに追いつくと言い聞かせて、カリンとヨシアを先に行かせた。だが襲撃者たちは想像以上に用意周到だった。逃げた村人を始末する者を待機させていた。俺が追いついた時、その場は奇妙に静かだった。喉を撃ち抜かれた男の死体、銃を握って呆然とするヨシュ、肩から背中を切り裂かれながらヨシアを抱きしめるカリン。カリンはまだかろうじて息が残っている。なぜかカリンが穏やかで満ち足りた表情を浮かべていた。愛用のハーモニカをヨシアに託し、ヨシアのことを俺に頼んで、そして静かに言った。帝国軍がリベールに侵攻したのはその直後のことだ。王国製の動力銃を携えた襲撃者によって起こされた国境付近での惨劇、それは侵略戦争を始めるにはあまりにも格好の口実だった。そんな、本当にリベールの兵隊が？軍に保護された俺たちは最初そのように聞かされていた。
だが数ヶ月後、帝国軍の敗退で戦争が終わった時、俺たちは全く別の説明を受けた。村を襲った者たちは両兵団崩れの野党たちだったと。そして決して襲撃のことを公言しないよう俺たちを脅して、軍は土砂崩れが起きたと発表し、ハーメルに至る道を完全に封鎖した。ちょっと待って、なんでわざわざ嘘をつく必要があるわけ？それじゃあまるで全ては帝国内の四川派が企てたリベールを侵略するためのシナリオだったというわけだ。戦争末期、そのことが露見し、帝国政府は慌てふためいたという。なりふり構わず停戦を申して、死亡者たちをことごとく処刑することで事件をなかったことにした。これがハーメルの悲劇の真相だ。そんな日々の中、ヨシアの心は完全に壊れた。姉の死、親の死、隣人の死、初めて人の命を奪ったショック、そして欺瞞に満ちた世の中。6歳の子供の心が壊れるには十分すぎるほどの出来事だった。多分その先のことはヨシアから聞いているだろう。心が壊れたヨシアはハーモニカ以外に興味をなくし、次第に痩せ衰えていった。そんなヨシアと俺の前にあのワイスマンが現れて、俺は彼にヨシアを預けて見喰らう蛇に身を投じた。そしてその2年後、教授に調整されたヨシアも俺と同じ道をたどることになった。これが闇だ、エステル・ブライト。お前とヨシアの間にどんな断絶があるのか、ようやく理解できたか？ヨシアがいなくなった本…何？教授の誘いは今ここで断らせてもらうわ。私は絶対に見喰らう蛇には入らない。結社が好きか嫌いかそういうのとは関係なく、私がヨシアを追い続ける限り絶対にね。せっかく仲間に誘ってくれたレンには申し訳ないけど、謝れば許してくれるよね。おかしな娘だ。今の話を聞いて逆に迷いを吹っ切るとはな。どうやらただ牽制の娘というだけではなさそうだ。そう？よくわからないけど、そういうあなたこそただヨシアの昔の仲間ってだけじゃなかったわけね。お兄さん的な存在だったんだ。誤解のないよう言っておくが、俺があいつの兄代わりだったのは10年前までだ。今の俺にとってあいつは排除すべき危険分子に過ぎない。え？教授はヨシアを泳がせて楽しんでいるようだが、俺の考えは教授とは異なる。いずれ近いうちに俺自身の手で始末するつもりだ。ちょっと、どうしてそうなるのよ。カリンさんに、ヨシアのお姉さんに頼まれたんでしょ。
俺は俺の選んだ道がある。その道を遮る者はいかなる者も斬ると決めた。たとえそれがカリンの願いであってもな。そんな。第3段階がいよいよ実行に移される。第3段階って？お前がそれを知る必要はない。ことがなったら父親の元に返してやることもできるだろう。それまではせいぜいここでおとなしくしているがいい。ちょっと言っておくが、逃げようなどと考えるなよ。地上8000アージの高みだ。どこにも逃げ場などないぞ。逃げようなどと考えるな。そう言われたらかえってやってみたくなるのが人情よね。幸い教授や連たちは出かけちゃったみたいだし、よし、そうと決まれば。だけどそれさえ見極められれば、油断させるために2時間ほどおとなしくして、試してみる価値はありそう。お姉さんの形見の品だったなんてね、ヨシアのバカ。そんなもの簡単に渡さないでよ。交代の時間だぞ。小娘の様子はどうだ？大人いくら遊撃士とはいえ、所詮は子供という。怖くてベッドで震えてるんだろうさ。ガキの見張りで留守番とはな、まったくつまらん任務だ。そうぼやくなよ。レオンハルト様の命。なんだ？おい、一体何をしている？おい、まさか脱走か？いや、バカな。ここどこだと思ってる？あの娘自殺でもするつもりか？ダメだ、落ちたかもしれん。おいおい、レオンハルト様になんて言わ。クソガキが。よけ。誰がクソガキですって？貴様甘いわよ、おじさん。遊撃士を舐めないでよね。第一、失礼が過ぎるわよ。乙女をクソガキ呼ばわりなんて。人違いだ。俺はそんな風に呼んでないぞ。あれ、そうだったっけ。まあいいや、おじさんも同罪。しばらく。さーてと、すぐに増援が来るだろうし、とっとと逃げるとしますか。なんとか脱出方法を見つけないと。私は諦めない。もう一度ヨシュアに、あのバカに会うまでは絶対に諦めないんだから。